1172年頃の安住帝国の半島、安住帝国、フランス語、エンパイア・プランタジェネットは、プランタジェネット家によって統治された領域の通称。 アンジュ帝国とも表記する。正式な国語ではないが、12世紀から13世紀にかけて、プランタジネット家が統治した、ピレネー山脈からアイルランドに至る広大な領土は、後世に帝国と形容された。プランタジネット家は、最盛期には、フランス王国の西半分、イングランド王国全土、アイルランド全土に勢力を拡張した。しかし、 フランス国王フィリップ二世との抗争に敗れたことにより、アンジュノルマンディ等のヨーロッパ大陸の領土の大半を喪失した。この敗北によって、プランタジネット家が大陸に保有する領土はガスコーニュのみとなり、百年戦争の永因となった。アンジュ帝国とは、ヘンリー二世とその息子であるリチャード一世。 ジョンといったプランタジネット朝の君主が支配した領域を指すものとして近代に作られた歴史用語である。ヘンリー2世の別の息子であるジョフロワ2世はブルターニュを統治して文家を築いた。歴史家が知る限りでは同時代にはアンジュ家の統治に関してはそのような言葉は用いられなかった。しかしながら我々の王国や 万事すべてがあらゆる支配に服属しているといった記述が使われた。安住帝国という言葉は1887年にケイト・ノーゲートが出版したイングランド・アンダー・ザ・アンジェビン・キングスで初めて使われた。フランスではエスパス・プランタジェネットは時々、プランタジェネット家が支配した報道に関する記述として用いられる。安住帝国という呼び名は半世紀にも及ぶ。 同訓練法により、イングランドとフランス間の互いの影響が広まったという点で再評価を迎えた。アンジェビンという言葉自体は、アンジュ地方及びその中心都市であるアンジェの居住者に用いられる。プランタジネット家は、アンジュジョフロア一世の子孫であるため、この言葉が使われた。帝国という言葉は何人かの歴史家の間で論争を呼び起こした。領域は、 ヘンリー2世の相続と占領によって統合されたからである。これらの領域において何らかの共通のアイディンティティが共有されたのかは明らかでない。何人かの歴史家は当時の西ヨーロッパに唯一の帝国と呼ばれた政治組織である新生ローマ帝国が存在していたことから安住帝国という言葉は完全に保留すべきだと論じた。別の歴史家は ヘンリーニ世の帝国は強力ではなく、中央集権的ではなく、また広大でもないので、帝国と呼ぶには、ふさわしくない、と論じた。安住帝国という言葉によってほのめかされているような、帝国の称号はそこには存在していなかった。しかしながら、幾人かの年代記作家たちは、たとえ、プランタジネット家自身が、帝国の称号を主張していなくとも、 このような領土の集積を形容するのに、帝国という言葉を用いた。実際の最高位の称号は、イングランド国王であり、それに、フランスの地の公や、白の称号が加わるが、それらは完全かつ全体的に独立しており、いくつかは、イングランドの方には属していなかった。これらのことから何人かの歴史家は、安住帝国は、 互いの結びつきが緩い七つの独立した君主国が集まっていることを強調して、連邦帝国という言葉を用いている。アンジュ帝国が最大領域を誇っていた頃には、イングランド王国、アイルランド大主領、ノルマンディー、ガスコーニュ、アキテーヌの各王国、アンジュ、ポワトゥー、メーヌ、トゥレーヌ、サントンジュ、ラ・マルシュ、ペリゴール、ディモージュ、なんと、ケルシーの 各伯領から成り立っていた。この中のいくつかの広告や伯領は同時にフランス王の風神であった。プランタージネット長はまた、ブルターニュとコーンウォールの両広告、ウェールズ諸公トゥールーズ博スコットランド王国を影響下に置いていたが、これらは帝国には含まれない。ベリーとオーベルニュも帝国の主権下にあると主張していたが、これらは満たされていなかった。フランス王領。 ノルマンディー公国間の国境はよく知られており、容易に描くことができる。その一方で、他の土地では曖昧であった。特に、アキテーヌの東方国境地帯がそうであり、そこでは、ヘンリー2世と後のリチャード1世氏指針の王が主張していた国境と、実際に、彼らの権力が及ぶ範囲には、しばしば隔たりがあった。安住帝国の最も重要な特徴の一つとして、 パリクラティックメナキラシーがある。この言葉は、アンジュ帝国のある新民が書いた、最も重要な政治的パンフレットが由来である。つまり、ジョン・オブ・ソウルズベリのポラックラ・タカスである。アンジェ城とその城壁。ここから、市街やメーヌ川が見渡せる。現在の城は、アンジュ帝国院後に建てられた。アキテーヌとアンジュではこうおび、白の権威が存在はしていたが、 それぞれの領域内は禁質ではなかった。例えば、これらの地域では、リュジニャン家がとても有力で、プランタージネット系の重要な対抗馬であった。安住帝国の収入は、各報道の様々な政治構造のため複雑であった。イングランドのように、中央集権化が進んだ地区では、より緩い行政下にあったリムーザンよりも多くの収入を得られた。イングランドで調達された財貨は、 大陸での諸問題に費やされたと一般に信じられている。また、高い行政水準を持ったイングランド及びそれには劣るものの行政の整ったノルマンディは、安住帝国にとってかなり安定した歳入を得られる唯一の地域だった。イングランドでの収入自体は年によって様々である。アイルランドでの収入は一貫して低く、1212 12年には2000ポンドしかなかったが、 大部分の記録は失われている。ノルマンディでは、公の統治により大きく変動した。ノルマンディの収入は、1180年にはわずかに6750ポンドで、より印象的なのは、イングランドの人口が350万人に対して、ノルマンディの人口は150万人と随分と少なかったということである。アキテーヌ、アンジュ、 ガス購入の収入に関する記録は残っていないが、かといって貧しかったというわけではない。これらの地域には大武道畑や重要な都市、鉄鉱山があった。ラルフ・オブ・ギチェとはイングランド年代記で以下のように綴っている。アキテーヌはあらゆる種類の豊かさで溢れており、歴史家がガリアの地で最も豊かで実り育っているとみなしている。ことからもわかるようにとの西側世界よりも勝っている。 土地は越え、ブドウ畑は実り多く、森は野生に満ちている。ピレネー山脈から北へ流れるガロンヌ川や他の小川が田園を潤し、これら命の源たる水が実にこの土地の名の由来である。カペー朝の君主はこのような収入に関する記録を残していないが、ユー具カペーやロベール二世経験王の時と比べてルイ七世、若年王やフィリップ二世尊厳王の時代には、 王国内の諸公国に対する中央集権化が進められた。プランタジネット家の章の富は巨大であると明確にみなされている。ジェラルド・オブ・ウェールズはその富についてこう記述する。それゆえ人は多くの戦争にもかかわらず、ヘンリー2世やその息子たちがどのようにして多くの富を持てたかと尋ねるだろう。その理由は固定収益が減ると、 臨時徴収で総額の不足を埋め合わせたためであり、彼らは通常収入よりも臨時収入にますます依存していくことになった。フランスの歴史家、シャルル・プティ・デュタイ・フ・アール、チャールズ・プティ・デュ・テイリスは、リチャードはもし彼が生き続けていたならば、きっとライバルを打ち負かしたに違いない好奇を彼に与える財源の面での優位を維持し続けていた。と記している。 あまり広く支持されていない間違いだと証明された別の解釈がある。それはフランス王のみがアンジュ帝国全土の収入以上に収入を強化することができたとするものである。シノン上ョアンジュー博は長い間ノルドウェストで勢力を誇ってきた。アンジュー博はノルマンディ公国やブルターニュ公国、場合によってはフランス王とさえて期待し続けてきた。 古く四世は、トゥレーヌ、メーヌ、んとの支配権を要求し続けてきたが、シノン、ロシュ、ルーダン等の諸情を築くことでトゥレーヌのみ、効果的に支配できた。古く四世は、息子の古く五世を、メーヌの相続人であるエラン・ブール・デュ・メーヌと結婚させることで、アンジュを統一した。アンジュ朝が成功を収めている間に、宿敵のノルマンディー公国はイングランドを征服し、 ポアティエ家はガスコーニュコびアキテーヌ公に、ブロワ博はシャンパーニュ博になった。イングランド王ヘンリー一世赤学王は兄のノルマンディ公ロベールタンハカマ公を破ったことによりノルマンディ公領を自分のものにし兄の息子ギオームクリトンを敵に回しギオームクリトンは父方の相続権を理由にノルマンディ公及びイングランド王位を請求した。 ヘンリー一世は、フランドルに対抗するために、唯一の着手であるウィリアム・アデリンと、古く五世の娘を結婚させることで、アンジューと同盟を結ぼうと試みたが、ウィリアム・アデリンは1120年のホワイトシップの、遭難で死亡した。そこで、ヘンリー一世は、娘、マティルダを、アンジューハクジョフロア五世と結婚させようとしたが、そのためには、アングロノルマン人たちが、 マティルダの大位継承を認める必要があった。これ以前の中世ヨーロッパにおける女王は、裏かが唯一であり、それは奨励されることではない先例としてみなされていた。にもかかわらず、1127年1月にアングロノルマン人の有力諸公や、1128年6月17日にルマンで婚姻が祝われた。 大位継承を安全なものにするために、イングランドとノルマンディにおける城と支持者が求められた。マティルダとジョフロは5世はこれに成功し、イングランドには、ヘンリー1世とその娘のマティルダという2つの権力が存在した。ヘンリー1世は城をマティルダに譲るのを拒否したり、疑わしく感じた、マティルダ支持派の貴族の土地を没収することで分裂を防いだ。年までに、 ヘンリー一世とマティルダの主要な争いは、ヘンリー一世に忠実な貴族たちをマティルダに反抗させることになった。1135年に、ヘンリー一世が、帰得の時にマティルダとその夫は、アンジュートメーヌにいたが、マティルダのいとこで、大い継承権争いの相手であるスティーブンは、ブローニュにいた。スティーブンは、急いで、イングランドに駆けつけ、 ヘンリー一世死去の知らせを受けて1135年12月にイングランド王に着いた。テムズ川から見る白桃、ウィリアム一世征服王によって建てられた。ジョフロワ五世は当初、スティーブンに代わるノルマンディ女皇として認めてもらうよう、マティルダ一人を外交施設としてノルマンディに送った。しかしながら、ジョフロワ五世は逃げ隠れていたのではなく、自ら軍を率いて、 南ノルマンディの要塞を迅速に落としていった。これらの要塞は以後は失われることはなかった。この時、アンジュの貴族であるロベール三世サブレが現れ、ジョフローは五世の公営部隊の前を開き、ジョフローは五世をアンジュに撤退させて、反乱は終わった。ジョフローは五世がノルマンディに戻った1136年9月には、各地方は豪族間の抗争や内紛に苦しめられていた。 スティーブンもノルマンディに来ることはできず、状況は混沌としていた。ジョフロワ5世は新たな同盟者としてバンドーム博と、そしてより重要なアキテーヌコギオーム10世を見つけた。ノルマンディを征服するための新たな軍備が整えられたが、傷が原因でジョフロワ5世はアンジュに再び戻ることを余儀なくされた。しかも、その軍隊は薬病による下痢に襲われていた。 年代記作家オルデリック・ビターリスは侵略者はお物を引きずりながら故郷に帰っていったと記す。スティーブンは最終的に1137年にノルマンディに到着して秩序を回復したがグロスターはクロバートをはじめとする多くの支持者からの信用を失った。ジョフローは5世は抵抗に合わずにカーンとあるジャンタンを掌握したがこの時にはイングランド王が激怒しているので ロバートの領地を守らなければならなかった。ジョフローは5世が、ノルマンディで圧力をかけている間、1141年11月のリンカーンの戦いで、スティーブンが捕らえられたことにより、そのノルマンディ支配の崩壊が促進された。ジョフローは5世は、ノルマンディ全土を掌握したが、もはや、アキテーヌの支持は得られなかった。1137年に、フランス王類7世弱年王が、 アリエノール・ダ・キテーヌと結婚したことで自身がアキテーヌ公となり、加えて広大な領域を支配することになったので、ノルマンディの政変への興味を失ったからである。他方、ジョフロワ5世はノルマンディの支配権を主張し、マティルダはスティーブンの同盟者からの打撃をこむった。ウィンチェスターでロバートはマティルダの撤退を援護中に捕虜となった。そのためマティルダは、 スティーブンとロバートの捕虜交換を行った。1142年に、ジョフロワ5世は海峡を渡りとマティルダを支援することを求められたが、自身はよりノルマンディに関心を持っていたために、これを拒絶した。ジョフロワ5世は、アブランシュ、モルタン、シェルブールの占領に続き、1144年に、ルーアンに対して決定的な攻撃を行って、占領した。その時に、 ジョフロワ5世は自ら西洋式を行って、ノルマンディ公に着き、自蔵領上とする条件でルイ7世から正式に、ノルマンディ公として認められた。ジョフロワ5世は、ノルマンディの支配に満足し、たとえイングランドのマティルダが破滅の淵に追いやられようとも、彼女を助けに行こうとはしなかった。ジョフロワ5世の弟エリーは、自分の当然の分け前として、メーヌ地方を彼によこすように求めた。 しかしこの問題が解決するや、否や、別の安住地方の貴族が反乱を起こした。ルイ7世が、新たに、ポワトゥー地方のセネシャルとして任命した、ジロ2世、とモンルイユイコールベリーという別の安住出身の、貴族が、南安住で、ジョフロワ5世に対する反乱を指揮し始めたからである。安住白ジョフロワ5世は、ジェフリー・プランタジネットとも呼ばれた。 スティーブンはすでにノルマンディへの要求を諦めていた。ルイ7世が明らかにジョフロワ5世を正式にノルマンディ公と認めていたとしても二郎二2世の問題のため二人の王との同盟は可能であった。1151年にルイ7世はノルマンディのベックサン王女とする代償としてジョフロワ5世の息子であるアンリド・プランタジュネを新しい公に認めることに同意した。 1151年に、ジョフロワ5世が38歳で死ぬとアンリが、アンジュクとなった。ビルヘルムフォン・ノイブルクの本によれば、ジョフロワ5世はアンリに対して、仮にイングランドの王冠を勝ち取ったのなら、弟のジョフロワに、アンジュを譲渡すべきであると明言した。遺言が格好たるものにするために、ジョフロワ5世はアンリが、イングランド王位を獲得して、 アンジュを手放すまで自身の埋葬を禁じると布告した。アンジュ家出身の初代国王ヘンリー2世。1152年3月、ルイ7世とアリエノールは長い間、子供を儲けられなかったことから、近親婚を理由にして、ボージャン氏宮殿で離婚した。離婚後にはアリエノールには、アキテーヌ公領が残されたが、フランス王の支配は続いたままであった。8週間後にアリエノールは、 アンリと再婚した。かくしてアンリは、アキテーヌとガスコーニュの公となったが、このことからアンリが弟に、アンジューを譲渡しないのは、一目瞭然であった。というのも、アンジューを弟に渡すと、アンリの領土が二分されてしまうからである。ルイ七世主導の下で、アンリに敵対心を持つ者がすべて集められた。つまり、イングランド王スティーブン及び息子のブローニュ博スタシュ四世。 シャンパーニュークアンリ一世、ドリューハクロベール一世、そして、ジョフロワがハン、反アンリ同盟を締結した。1152年7月に、カペー家の軍隊がアキテーヌを攻撃したが、他方、ルイ7世は、ウスタシュ4世、アンリ一世、ロベール一世と共に自らノルマンディを攻撃した。スティーブンがイングランドにおいて、アンジュ家に、忠実な者たちを攻撃している間に、ジョフロワは、 アンジュで反乱を起こした。何人かのアングロイコールノルマン貴族は訪れるべくがに備えて忠誠先を切り替えた。アンリは自らの領土が攻撃されている時にイングランドへの要求を強めるために船を進めていた。アンリは最初にアンジュに赴いてジョフロワに降伏を要求し、それが認められると1153年1月にスティーブンに会うために イングランドへ船を進めた。幸運にもルイ7世は重病のため闘争から身を引かねばならず、その一方でアンリは敵から領地を守っていた。7ヶ月間の戦闘と政治的駆け引きの後、アンリはスティーブンを無力化することに失敗した。その頃、ウスタシュ4世が死亡し、そのことが神の角度ではないかと疑われた。これが最後の付け足しで、 スティーブンはウィンチェスター条約の批准で闘争から身を引いた。スティーブンはアンリを相続人とした。ただし、スティーブンの家族のイングランドとフランスの領土を保証することが条件であった。同じ頃、リンカーンで勝利したばかりのマティルダはこの情報を拒絶した。1154年12月にアンリはイングランド王ヘンリー2世となった。続いて、ヘンリー2世がジョフロワに、 アンジュを譲渡するという約束の問題が再び持ち上がった。ヘンリー2世はローマ教皇ハドリアヌス4世から無理やり制約をさせられたという理由で特許状をもらい1156年にジョフロアには代償を払うとルーアンで約束した。しかし後にジョフロアはこれを拒絶して再び反旗を翻すことになる。仮にジョフロアに かっこたる道徳的な要求があったとしても、それでも、なお彼の立場は、非常に弱かったであろう。ヘンリー二世が自らを、ノルマンディー、アンジュー、アキテーヌの風神として、中世先生をルイ七世に誓ってから、ルイ七世はヘンリー二世に干渉しなくなった。ヘンリー二世が、ジョフロワの反乱を粉砕してからは、ジョフロワは、年金で満足しなければならなくなった。 ヘンリー2世はより多くの領土を求めて、特にイングランドとノルマンディ周辺に剣巻のように風神国家の輪を築いた。最も明白なのはスコットランド、ウェールズ公領、ブルターニュ、フランドル白領であり、これらの国々もまた後の拡大の一環として出発点となった。スコットランドをデイビッド1世は無政府状態を利用してカンバーランド、ウエストモーランド、 ノーサンバーランドを占領した。ウェールズでは、リース・アップ・グリフィズやオーウェング・グイネズのような狩領が現れた。ブルターニュでは、ブルターニュ公、要するに、ウード二世、トポロエが、ノルマンディの創始権を認めた証拠は見られない。ムーラン・ラ・マルシュとボン・ムーランの二つの重要な国境地帯の城は、ジョフロワ五世が奪還できず、ドリューハク・ロベール一世が所持していた。 1157年に悪い七世によって、フランドル博、ティエリー・ダルザスが同盟に加わった。より南方では、ブロア博がアンボワーズを占領した。ヘンリー二世の観点では、これらは解決しなければならない問題であった。ヘンリー二世は自らを無謀で大胆な君主であると、誇示し、積極的な活動を行った。ヘンリー二世は、イングランドにいるよりもフランスにより滞在しているので、 セントポール寺院の聖堂参事会長である、ラルフ・オブ・ディスは次のように皮肉を込めていった。1154年の情勢。1154年に、ヘンリー2世は、ベルノンとヌフマルシェを購入した。今日の観点では、このことは、プランタジネット家とカペー家の間の新しい、戦略上の調整であった。ルイ7世は、ヘンリー2世を倒すことが不成功に終わったのを、 否定することができなかった。1154年にアンジュー家はイングランドを支配下に置いており、アンジュー家のカペー家に対する優位性にことを唱えることは無意味であった。ヘンリー2世は未だノルマンディーベクサンを完全に回復するまでは要求をやめなかった。1158年にトーマス・ベケットは交渉のために大使としてパリに派遣されたが、そこで アンジュ家の富はカペー家のよりもかっていることを誇示した。ルイ7世の娘マルグリッドは未だ緑子であったが、ヘンリー2世の息子で将来の国王となる若ヘンリーと婚約させられた。マルグリッドが総王の年齢となると、その持参金となったのがノルマンディー・ベクさんであった。ヘンリー2世はムーラン・ラ・マルシュとボンムーランの領場を奪還した。ブロア・ハクティボー・モセイは、 アンボワーズをヘンリー2世に変換した。ティエリー・ダルザスがルイ7世の反ヘンリー2世同盟に加わっていたにもかかわらず、イングランドとフランドルの間の羊毛貿易は良好だった。これは、両者の関係が、ティエリーがエルサレムに巡礼に出かける時には、自らの領地の管理人として、何の心配も抱かずに済む管理人として、ヘンリーを指名していた誠意ある関係だったことからも、 わかる。1159年に、スティーブンの生き残りの息子であった、ギオーム一世が死んだことにより、ブローニュ博とモルタン博の地位は空席となった。ヘンリー二世は、モルタン博は吸収したが、ブローニュ博は、ティエリー・ダルザスの息子で、マリー・ド・ブローニュと結婚していた魔獣に与えるのを望んだ。ブローニュ博の称号には、ロンドンとコルチェスターの重要な荘園が付け加わった。 ブローニュ経由でイングランドはフランドルとの数多くの羊毛貿易の取引をしていた。これら二つの白領の同盟は婚姻と領地の譲渡によって理論的に確実にされた。ヘンリー二世は最初にマリーを修道院から呼び戻さなければならなかったが、この行為はノルマン朝以来のイングランドでよく見られた。わずかに残存している公的文書が示しているところには、 1163年に、ヘンリー2世とティエリー・ダルザスとの間で、ウィリアム1世征服王によって取り決められた条約の更新が行われた。フランドルは、ヘンリー2世に対して、毎年の具税の代わりとして、騎士を供給した。ブルターニュでは、ブルターニュ公コナン3世が、息子のオエルを諸子と宣言して拝着した。この結果、オエルの姉妹であるベルトが、ブルターニュ女攻となり、 そのオットウードが名目上の公となった。オエルは義理の兄弟と共同統治を行い、なんと白の地位に満足しなければならなかった。ベルトはゼンプアランド・ブルターニュとの間にすでにコナン四世を設けていた。1148年にリッチモンド白となったコナン四世はイングランドに領地を持っているので、どんなブルターニュ公よりも、 イングランドがブルターニュを容易に支配下に置くために、ヘンリー2世にとっての格好の、ブルターニュ高校保者であった。1156年にコナン4世が、なんとで即位している時にブルターニュは内乱に見舞われ、オエルに対抗するために人々は、ヘンリー2世に助けを求めた。ヘンリー2世の弟ジョフルワは、ヘンリー2世によって、なんと白に除せられたが、24歳で死んだため長くは、続かなかった。 1158年にコナン4世は短期間、なんと白となったが、ヘンリー2世は、アブランシュに軍を集めてコナン4世を脅し、白衣を取り上げた。1160年に、ヘンリー2世は和解の婚姻として、自らの十枚である、マーガレット・オブ・ハンティング団とコナン4世を、結婚させた。ヘンリー2世は、ドルーの大司教の使命にも関与し、宗教界からブルターニュに圧力をかけた。 強力な支配の伝統を書いていたブルターニュでは、貴族間の不満が高まった。この不満は1166年のヘンリー2世への判断として現れた。ヘンリー2世は、息子で当時7歳のジョフロア2世とコナン4世の娘を婚約させ、後にヘンリー2世がブルターニュの支配者となるためにコナン4世を強制的に退位させた。ブルトン系貴族はこれに反発して、 最初に1167年に、次に1168年に、最後に1173年に、ブルターニュで反乱を起こした。互いの攻撃は、領地没収という形で現れ、ヘンリー2世は信頼のおける人物として、ウィリアム・フィッツ・ハモとローランド・オブ・ディナーをブルターニュに、派遣した。ブルターニュは、公的には、プランタージネット家の領地ではなかったが、その支配は強かった。 スコットランド王ウィリアム一世死死王。1157年にヘンリー二世は以前にスコットランド王デイビッド一世が占領したカンバーランド、ウエストモーランド、ノーサンバーランドについて話し合うためその孫であるマルカム四世と会見した。1149年に積極的になる前のヘンリー二世はデイビッド一世に対して入ッするアポンタインの北部をスコットランドに 属するのを誓うことで有効政策を取った。マルカム4世はこの制約を守ったが、ヘンリー2世はそうではなかった。この時にヘンリー2世が教皇からの特許状を得たという証拠はない。ウィリアム・オブ・ニューバラに言わせると、イングランド王がさらに力を得るためにより良い議題を得たのは賢明な考えである。マルコム4世は降伏し、父から相続したハンティンドンを回復するために、 中世を誓った。次のスコットランド王が、ウィリアム一世死死王であったことは、ヘンリー二世にとって不運であった。ウィリアム一世は1152年に、デエビッド一世からノーサンバーランドを与えられてより、それが1157年に、ヘンリー二世によって失われたからである。ルイ七世との条約に基づいて、ウィリアム一世は1173年と1174年に、 ノーサンバーランドに侵攻したが、アルンウィック付近で捕虜となり、ファーレズの条約を結ばなければならなかった。エディンバラ、ロクスバラ、ゼドバラ、ベリックアポンツイードの各城に中東軍が設置された。南イングランドは、ブルターニュのように、イングランドの強い支配下にあった。リチャード一世一世親王は、第3回十字軍の資金提供の見返りとして、ファレーズ条約を止めた。 二人の死死王の背景には、このような親族の関係があったのである。リース・アブ・グリフィッズとオーウェン・グー・イネズは、交渉を深めた。は、ヘンリー二世は1157年、1163年、1163年の3度に、渡って、ウェールズを攻め、リースとオーウェンは、ヘンリー二世の宮廷に召集されることで答えた。ヘンリー二世の時のウェールズはあまりにも粗屋で、 大規模な反乱が起きた。ヘンリー2世は1164年に強力な軍を率いて第4次ウェールズ侵攻を行った。ウェールズの年代記、ブルート・ウッド・ビソー・ギオンによるとヘンリー2世はイングランド、ノルマンディ、ーフランドル、アンジュー、ガスコーニュ、スコットランドの戦士によって選ばれた強力な君主はブリテン全土を従属と破壊感を目的とすると掲げた。悪天候、雨、 洪水、そしてウェールズ軍の襲撃は、安住軍のウェールズ占領を妨げた。激怒したヘンリー2世は、ウェールズ人の手足を切断した。ウェールズは、しばらくの間は、無事だったが、1171年のアイルランド侵攻によって、ヘンリー2世はリースとの交渉を行うことでケニアンを終わらせることになった。シャノン川に建てられた、ジョンケツ地王の城。 ヘンリー2世の末帝が領地を持っていなかったことから、さらなる拡張が求められた。ローマキリスト教会をもたらすという点で聖座は、アイルランド遠征を行う強力な助力となった。ヘンリー2世は1155年に、教皇会直の下で、ローマの祝福を受けたが、領域周辺で問題が生じたために、ウェールズ信仰は延期された。賞賛者の直書の項目では、 あなたの素晴らしい人が称賛され利益をもたらすようなやり方であなたの栄光に満ちた名前が地上に広がることを成し遂げるであろう。と記す。1164年にウィリアム・フィッツ・エンプレスがアイルランドに領地を得ることなく死んだがヘンリー二世はアイルランド征服を諦めなかった。1167年にアイルランド王ダーモット・オブレンスターはヘンリー二世によって エンスター公と認められ、アイルランドの他の王に対抗するために、イングランドやウェールズから兵を募ることを許された。騎士たちは自ら、アイルランドを開拓することで当初は、大成功を収めた。その程度のことで、ヘンリー二世は十分困惑し、そして1171年10月に、ウォーターォード付近の領地で、ヘンリー二世を、自らの領主とみなすアイルランド土着の王たちの孤児を、 見せつけられることになった。この音の王、ローリー・オコナーは、ヘンリー2世に侵入するという条件で、アイルランド女王の地位を要求さえした。ヘンリー2世は、自分の信頼できる部下を、ダブリンやレンスターの要塞に据えた。ヘンリー2世はまた、コーク、リムリック、アルスターといった占領していない王国にも、部下を置き、ノルマンディ人は、自身のアイルランドの土地を開拓した。 1177年に、アンリ二世は、息子のジョン・ケツチオを初代アイルランド教に認じたが、ジョンはあまりにも若かったので1185年になって、やっとアイルランドに上陸した。ジョンはアイルランドに権威をもたらすのに失敗し、ヘンリー二世の元に戻らなければならなかった。25年後にジョンはアイルランドに帰還したが、他の者たちもアイルランドに城を建てて、関心を払っていた。 カルカソンヌはトゥールズ伯領の要塞化された都市である。トゥールーズに関する主張はより脆いものだった。アリエノールの祖先はダイオドの時代のイニシエのアキテーヌ公国のような中央集権化されたアキテーヌ公領の下での巨大なトゥールーズ伯領を主張した。ヘンリー二世、さらにはアリエノールさえも全体的にはコアキテーヌとは血縁がない。トゥールーズは当時の 数多くの市よりも大きく重要再化され豊かであった。トゥールーズは大西洋と地中海の中間という点で戦略上重要だった。トゥールーズ白領はそれ自体が地中海と通じているという点で、ナルボンヌ、カオール、アルビ、ニーム、カルカソンヌといった重要な都市を含んでいるという点でフランス王国の中で最も大きな諸公領であった。トゥールーズは 簡単に手に入るようなものではなかった。この都市は中世では信じられないくらい大きく、かつ要塞化されている都市であった。言うまでもなく、レーモン五世がルイ七世の姉妹と結婚していたため、トゥールーズを攻撃すると、ルイ七世との間の平和政策を危うくさせる、ものだった。トゥールーズ博はまたカルカンヌ及びその古城であるケリビウス、アギラ、テルメ、ペレペルテューズ、ピュイロラン、 その他多くの城や要塞都市を重要再化した。1159年6月に、ヘンリー2世は、ポワティエに、ガスコーニュからイングランドまでの彼の報道全体、ティエリア・マルコム4世の援軍も含む最大の兵力を集めた。ヘンリー2世は、北方から攻撃し、他の同盟者たち、すなわちトランカベルケ、ラモンバランエ4世は、他の戦線から攻め込んだ。ヘンリー2世は、 適切にトゥールーズを占領することができず、ウィリアム・オブ・ニュー・バラが40年戦争と呼ぶところのトゥールーズとの戦争が再燃した。ヘンリー2世は、クッシー地方のガロンヌ渓谷には様々な城が等しく存在するにもかかわらず、カオールを占領した。ヘンリー2世は1161年に戻り、それからタイ・トゥールーズに同盟者を残したまま。 その他の自分の領地での戦闘で忙しくなった。アラゴン航空をアルフォンソ2世自らがこの争いに興味を示して参加した。1171年に、ヘンリー2世は、レーモン5世の敵である、サボヤ・ハク・ウンベルト3世と同盟を結んだ。1173年、レーモン5世は、リモージュにて10年間続いた戦争に降伏し、ヘンリー2世とその息子である若ヘンリー、新たな、 アキテーヌ公となる後のリチャード一世氏士神脳に忠誠を誓った。ルイ7世は同時大臣にはその経験さ、愛と平和で知られていた。パリのエティエンヌはルイ7世についてこう記す。ルイ7世はあまりにも平和的で、公正で、カトリック的で、情け深い。仮にルイ7世の質素な振る舞いや服装を見たら、彼が王であると知っていても、王ではなくて、宗教者だと思うだろう。 ルイ7世は正義を愛し弱者の保護者だ。同時代の皮肉に満ちたイングランドの年代キアであるウォルターマップですらルイ7世に対して好意を持ち他の君主たちには手厳しい評価を下しているのとは対照的に称賛していた。ルイ7世は戦争と暴力を嫌う平和主義者であったがトゥールーズへの攻撃はヘンリー2世との平和を完全に破壊して逆に他の 場所での戦争を生じさせる絶好の機会になった。ルイ7世自身は難しい立場にあり、彼の進化は彼よりも、はるかに強大で、なお悪いことに、彼には、後継者の男子が、全くいなかった。1160年にルイ7世の2番目の日であった、コンスタンス・ドカスティーユが子供を残さずして没すると、男子を儲けるべくアデルド・シャンパーニュと再婚した。ヘンリー二世の圧力の下で、 若ヘンリーは、最終的に2歳のマルグリットと結婚し、ノルマンディー・ベクさんが、その持参金であると宣言された。ルイ7世が後継者の男子を残さずして没死したのなら、若ヘンリーが、次期フランス王になる立場になった。1164年にルイ7世は寄り手に負えない、同盟者として、カンタベリー大司教、トマス・ベケットを見出した。1158年にルイ7世とベケットは、 以前にもあったことがあったが、今回は状況は大変異なっていた。ジョン・オブ・ソールズベリによってレックス・クリスティニス・サムスと呼ばれたルイー7世は、すでにベケットのためにささやかな避難所を作っていた。大司教王、トマス・ベケットの殉教。イングランド王と大司教の間の争いは激しくなり、ヘンリー2世はベケットの暗殺者に次のような言葉で示唆した。私は、なんと、 惨めな反逆者を私の家の中で育ててきたのだろう。彼らの君主を癒しい生まれの聖職者が、このような地獄に満ちた侮辱で扱うような反逆者を、と。ベッケットは1170年に殺害され、キリスト教会はヘンリー2世を攻めた。トーマス・ベッケットの被護者であったルイ7世は、対照的に賞賛を得た。ルイ7世の世俗的な力は、 ヘンリー二世よりも弱いにもかかわらず、道徳的立場で有利となった。若ヘンリーがフランス王位に上り詰めるという可能性は、1165年にアデルが男子フィリップを生んだことで立ち消えとなった。未来のフランス王が誕生したことで平和は終わり、ヘンリー二世はオーベルニを要求して1167年に進軍し、その一方でブールジュも要求して1170年に攻撃した。 ルイ7世はノルマンディー・ベクさんを奇襲して、ヘンリー2世に対してその軍を北へ移させることで、答え、南方に進軍して、ブールジュを解放した。ここで重要なのは、たとえ、ヘンリー2世が拡張政策を終えたとしてもルイ7世は、単純には驚かなかったという点である。ヘンリー2世は、自分の領土に対しては、守備一貫して、主権を行使してこなかったが、 自分の所有地に関しては息子たちに分割させる予定であった。若ヘンリーは1170年にイングランド王として退官したが、実際は統治せず、リチャードは1172年にアキテーヌ公となり、ジョフロワは1181年にブルターニ公になり、ジョンは1185年にアイルランド教となった。他方、1161年のエレノアはトゥールーズへの 遠征中の1170年にガスコーニを持参金とする形でカスティーリャ国王アルフォンソ8世と婚約した。領土を息子たちの間で分割し、そのうちの何人かが反抗。若ヘンリーは即位の際にヘンリー2世に対して自分の相続地として少なくともイングランドかアンジューかノルマンディを求めたが、ヘンリー2世によっていずれも拒否された。 ヘンリー若歌王はルイ7世の宮廷に加わり、アリエノールとその息子であるリチャード、ジョフロア2世もこれに加わった。かくしてヘンリー2世の国々は彼に対する闘争に参加するよう圧力をかけられることになった。ルイ7世に加わった他の王公にはウィリアム1世志士王、フランドル伯、フィリップ、ブロアハクティボー5世がいた。ヘンリー2世は己の富で、 多くの傭兵を徴収し、アリエノールとウィリアム一世を捕らえて、ファレーズ条約を強制させたことにより戦争に勝った。ヘンリー二世は、ラ・マルシュ博を買収し、ベックサント・ブールジュの権利を主張したが、この時には、要求を裏付けるための侵略はなかった。リチャード一世失神のフィリップ二世尊厳王1180年に、ルイ7世が死ぬと、サンドニ大聖堂に埋葬された。 1183年にその息子はわずか15歳でフランス王位に上り詰めた。フィリップ2世尊厳王の政策はヘンリー2世の息子たちを不王に反逆させることである。リチャードは1175年以来飽きてのお統治したが、その中央集権的な政策は東部のペリゴールやリモージュでは不人気ではあった。リチャードは殺害や強姦といった多くの犯罪行為で非難を受けた。 もしリチャードが本当にアキテーヌで人気がなかったのなら、フィリップ二世も同時代の人が狡猾で誤魔化しがきき、計算深く貧乏で、めめしい君主と記しているように本当に好かれなかったであろう。1183年にヘンリー・ジャクオーはリチャードの領地を強奪するためにジェフリー・オブリジニアンと共にリモージュで反旗を翻した。二人にはフィリップ二世、 レーモン五世、ブルゴーニュコを有ぐ三世が加わった。同年にヘンリー・ジャクが致命的な病で急死したことでリチャードは救われた。ヘンリー・ワカはルーアン大聖堂に埋葬された。この時点でリチャードはヘンリー二世の最年長の息子であり、ヘンリー・ジャクの地位を相続した。ヘンリー二世はリチャードに対してアキテーヌをジョンに譲るように命じたが、リチャードは拒絶した。 この時、ヘンリー2世は、ウェールズ諸公の挑戦、ウィリアム1世の城の返還要求、フィリップ2世からの若ヘンリー死去に伴うノルマンディー、ベクサンの要求といった多くの物事に対処しなければならなかった。ヘンリー2世は、最終的に、アキテーヌをアリエノールに渡すようリチャードに求めたが、リチャードは同地を支配したままだった。1183年までに、レーモン5世は、 カオールを奪還し、ヘンリー2世はリチャードに対してトゥールーズへの遠征を求めた。ジョフロワ2世はリチャードと不和になり、このことは明らかにカペー家に利用されそうになったが、1186年のやり試合で不慮の死を遂げた。1187年にはフィリップ2世とリチャードはロジャー・オブ・ホーブデンが報告しているように強力な同盟者となった。 イングランド王は強い驚きに襲われ、この同盟は何を意味するのかと困惑し、警戒するようになり、次第にフランスに対してリチャードを召喚するようフランスに手紙を送るようになった。そのリチャードは平和的にその気になって、シノン経由で父の元に帰る準備をするふりをしながら、自らが囚われのみでもあるにもかかわらず、父の遺産の一部を横領して、 ボワトゥ地方の自らの城を要塞化して、父のもとに帰るのを拒否した。ジェフリー・オブ・リュジニャンも加わって、レーモン5世は1188年に、再び攻撃した。ヘンリー2世自らが反乱に、資金提供をしたと噂された。この頃までに、フィリップ2世は、ノルマンディのヘンリー2世を攻撃して、ベリーの要塞を占領した。1188年に、 フィリップ2世とヘンリー2世は和平について再び話し合い、ヘンリー2世はリチャードを自らの後継者とすることを拒否した。リチャードはようやく今自分が不可能なみであることが分かったと語ったとある話は報告している。ここにヘンリー2世の全戦略は崩壊した。第一にリチャードはヘンリー2世が獲得した全領地を抵当に入れてフランス王に侵入した。 リチャードとフィリップがヘンリー二世を攻撃すると、ブルトン人もヘンリー二世に対する攻撃の機会を捉えた。ヘンリー二世の出生の地であるルマンですら占領され、トゥールーズも間もなく陥落した。ヘンリー二世は自分の死の情を取り囲んだだけであった。ヘンリー二世は最終的に降伏を余儀なくされた。ヘンリー二世はフィリップ二世に莫大な愚勢を払い。 リチャードをフランスとイングランドの領主とするというフィリップ二世の案に制約した。ヘンリー二世は二日後に死去し、その法はジョン、リチャード、フィリップ二世のもとに伝えられた。ヘンリー二世はフォントブロー修道院に埋葬された。ヘンリー二世の王妃であったアリエノールは自由の身となり、リース・アップ・グリフィズは再起して、ヘンリー二世に吸収されていた南ウェールズの再征服に取り掛かった。 1189年11月に、ウェストミンスター寺院でリチャードは、イングランドをリチャード一世として即位したが、すでに、ノルマンディ公、アンジューハク、アキテーヌ公となっていた。フィリップ二世は、ノルマンディーベクサンの返還を求めたが、リチャード一世が、フィリップ二世の姉であるアリスとの婚約を発表して、問題は解決した。リチャード一世はまたオーベルニュが、アキテーヌ公ではなく、 フランス王に属することを認め、ヘンリー二世の主張を退けた。ブリテン島では、スコットランド王ウィリアム一世とファレーズ条約の撤回について交渉し、合意に達した。次に優先すべきことは十字軍であった。十字軍は長いことをくれていたが、リチャード一世は、自らの宗教的義務とみなしていた。その背景には純粋な宗教上の問題があった。 リチャード一世の先祖である古く5世は長い、アイダエルサレム国王の地位にあり、当時の国王であるギード・リュジニャンは、ポワトゥー地方の貴族であり、その妻シビーユは少なくとも、リチャード一世の血縁者であった。十字軍は、フランス問題と同じく、リチャード一世のイングランド不在の理由となった。リチャード一世は、半年足らずしかイングランドで過ごさなかった。 アッコンのフィリップ二世とリチャード一世。出発する前、リチャード一世は、彼が聖地にいる間に、間違いが起きないようにしておかなければならなかった。レーモン五世がアキテーヌに事情を広げるではないかという、わずかな疑いがあった。レーモン五世が、ナバラ王三蝶六世と同盟を結んだことは、背後からの脅威となった。他方、聖地のリチャード一世は1191年に、 ナバラ王女ベレンガリアと結婚し、アリスとの婚約は破棄された。フィリップ2世をなだめるために、リチャードは、もし自分に二人の子供が生まれたら、そのうちの若い方は、ノルマンディーかアキテーヌかアンジューを相続して、フランス王のために、そこを統治するという案を受け入れざるを得なかった。遠征中の行政機構は、比較的うまく機能し、例えば、トゥールーズからの攻撃は、 三朝六世の助けで撃退できた。アッコンへの包囲攻撃は終了した。フィリップ二世がフランスに帰った理由としては、大抵は赤痢にかかったことが原因だと言われている。別の原因としては、リチャード一世のアリスに対する待遇とも、自分の家臣が己よりも多くの力と富を得ていることに我慢ならなかったとも、フランドル博の死で、 アルトアを求めるために帰還したとも言われる。リチャード一世は1192年10月までパレスチナに滞在して、自らの領地を完全に回復すると帰国の途についた。しかし、リチャード一世はウィーン付近で、いとこのコンラートを殺したという理由で、レオポルトに捕らえられ、神聖ローマ皇帝ハインリヒロクセイに引き渡された。ジョンはフィリップ二世の宮廷に呼ばれ、 アルトアを持参金とする条件で、アリスとの結婚を受け入れた。その見返りにノルマン・ベクサン・ゼンドは、フランス王に与えられることになった。最終的には誰もが、リチャード一世は解放されないだろうと思っていた。しかし、ジョンにできたことは傭兵を集められたことだけであった。スコットランドのウィリアム一世は、反乱に参加せず、逆に、リチャード一世釈放のために金を送ったほどであった。 アキテーヌでの反乱はエリアス・ドラセルによって鎮圧されたが、ノルマンディではフィリップ2世自身が指揮を取っていた。1193年4月までにフィリップ2世はルーアンに達し、コートは落とせなかったが、ライガーからディエップまでの全校を抑えていた。この事態に直面して、リチャード1世の摂政は1193年7月のマント条約でノルマン・ベクサンゼンド、 ノルマンディのドリンコートとアルクの領場、トゥレーヌのロッシュとシャティオンの領場を含むフィリップ2世の占領地の確認と、それに匹敵するリチャード一世釈放のための身の白金を認めた。1194年の新しい条約では、トゥレーヌ地方のすべての城及び都市トゥール、東、ノルマンディをフランス王に譲歩するという、さらなる譲歩をした。アングレーム伯領は、 アキテーヌからの独立を宣言し、バンドームは、ブロアハクル一世に与えられ、ペルシュハクロトル三世は、ムーランとボンムーランを獲得した。ハインリヒ六世は、身ロ代金を条件に、リチャード一世を1194年に釈放した。リチャード一世は難しい立場にあった。フィリップ二世が、領土の大半を掌握し、アミアンとアルトアを相続していたからである。イングランドは、 リチャード一世の最も確保された領土であった。というのも十字軍遠征に同行したヒューバート・ボルターがイングランドの最高行政長官に任命されていたからである。リチャード一世はジョンが大使を務めるアイルランドをジョンから取り上げイングランド北部を求めるスコットランドのウィリアム一世の要求を退けた。ガイアール城の建物はリチャード一世の下で建造が始まったが、 完成する直前に死んだ。リチャード一世は単に自らの領地を取り戻すために、イギリス海峡を渡った。ジョンはエブリューの守備隊を殺害し、町をリチャード一世に譲ることで、フィリップ二世を裏切ったからである。年代記作家のギオームル・ブルトンは、ジョンは最初に父を裏切り、次に兄を裏切り、そして今主君を裏切った。と語った。 将来のナバラ王となるサンチョはこの争いに参加して、アキテーヌを攻撃し、アングレームとトゥールを占領した。リチャード一世自身が卓越した指揮官として知られていた。この戦争の初戦は、リチャード一世側がいくつかの挫折に見舞われ困難を極めた。他方、フィリップ二世も卓越した指揮官かつ政治家であった。しかしながら10月までに新たなトゥールーズ博となった。 レーモン六世はカペー家を裏切り、リチャード一世に加勢した。レーモン六世に続いて、将来ラテン皇帝となる、フランドルハク・ボードアン四世が、リチャードの側に加勢した。ボードアンは、アルトワをめぐって、フィリップ二世と争っていたからであった。1197年に、ハイン・リヒ六世が死去して、リチャード一世の老いにあたるオットー世が、新皇帝となった。 熟練の指揮官である、ブローニュ博、ルノード・ダンマルタンも、フィリップ2世を見捨てた。ボードゥアン4世は、アルトアを侵略し、サントメールを占領し、リチャード1世はベリーに軍を進めて、パリ付近のジゾールで、フィリップ2世に適厳しい敗北を与えた。急戦が受け入れられ、リチャード1世は、ノルマンディの大半を取り戻し、以前よりも多くのアキテーヌの地を獲得した。 リチャード一世は再び反乱に対処しなければならなかったが、今回はリモージュであった。1199年4月にシャーリューイコールシャブロールで弓矢を受けてエッソにかかって死んだ。リチャード一世の遺体は父と同じくフォントブロー修道院に埋葬された。ジョンは自らの所領を維持しなければならず、未だ王ではなかった。リチャード一世戦士の方を聞いた。 フィリップ二世は素早くエブルを占領した。ジョンは自らの力に物を言わせてアンジュ家の財産と死のん状の掌握を務めた。しかしながら当地の習慣では兄の息子が要求者となることが好まれていた。それ以後はブルターニュ公女フロア二世の息子アルテュールが支配者とみなされジョンからアンジュ家代々の土地を取り上げた。ノルマンディとイングランドのみが ジョンの支配を受け入れた。ジョン・ケツチオは1199年4月にルーアンでノルマンディー皇となり、ウェストミンスター寺院でイングランド王に即位した。ジョンは母のアリエノールをアキテーヌの統治のために残した。ジョンの同盟者であるエメリド・トゥアールと3人のリジニアンの貴族はアルトゥールの捕獲とジョンをハクとするのを試みるためにトゥールを攻撃した。エメリは、もし、 アルテュールを捕虜にしたら、セネシャルの地位を約束されていた。この頃までにジョンはフィリップ2世と休戦するために、ノルマンディに赴いた。ジョンは、この休戦で、リチャード1世のかつての同盟者、特に、ブローニュ博、フランドル博、神聖ローマ皇帝といった面々を獲得するといった利益を得た。少なくとも15のフランスの博が、ジョンの同盟者となることを誓った。 ジョンは今ではフィリップ二世よりも強力な立場にあった。国王の強力な支援者であるギオーム・デロシェですら強力な力の前にジョン側に転じ保護すべきであったアルテュールを引き渡した。アルテュールはすぐにフィリップ二世の宮廷へ逃走しようとした。1199年にフランドル・ハクト・スータの騎士が第4回十字軍への参加した時こそ、 ジョンの宮廷が見捨てられた瞬間であった。ジョンの優位は短命なものであり、1200年にルグレ条約を受け入れざるを得なかった。フィリップ2世はオーベニュとベリーの譲渡に加えて占領したノルマンディの領有を認められた。ジョンはボードゥアン4世やオットー4世がフィリップ2世を攻撃してもこれに干渉しないという誓いの見返りにアンジュー家の当主となることを認められた。 ベリー公の糸も豪華なる、自動書に描かれたリュジニャン城。ユーグ旧制度リュジニャンがアリエノールを人質にした際に、ジョンは彼をラ・マルシュ博に任じた。かくして、リュジニャン家は勢力を拡大することになる。1200年8月にジョンは、最初の結婚を取り消し、ユーグ0制度リュジニャンの婚約者であった、イザベラ・オブ・アングレームと結婚して、ラ・マルシュ博領を没収した。リュジニャンは、 フィリップ二世に朝廷を求め、フィリップ二世はジョンに宮廷に出廷するよう命じた。ジョンはこれを拒否し、フィリップ二世は、総主権の力を駆使して、フランスのジョンの領土を没収した。フィリップ二世はさらにアルティウールの中世を受け入れ、アルティウールは1202年に、ポワトゥー、アンジュー、メーヌ、トゥールを支配することになった。トゥールーズ・ハクレーモン七世も、フィリップ二世に加わり、 ブローニュハクルノーもこれに続いた。ジョンの同盟者のほとんどは十字軍のため聖地にいたか、ジョンを見放していた。ナバラ王三丁七世紀のみは、ジョンの側についていたが、救援が不可能であるほど、弱い立場にあった。アルテュールは、リュジニャンと共に、ボワトゥ地方に軍を進め、一方フィリップ二世は、ノルマンディを攻撃して、国境一帯の多くの城を占領した。 これらの攻撃の際、ジョンはルマンに滞在しており、南方に向かうことを決断した。ジョンの軍隊は200の騎士とアルテュールとリュジニアンを捕らえた。さらに、リモージュ復白をも捕らえて、シノンに遊兵した。1202年は、ジョンの大勝利の年であり、自らの敵に対して成功を収めたことで、ジョンがリチャード1世やヘンリー2世とは異なることを示した年であった。 不幸にもジョンには、致命的な性格上の欠点が一つあった。ジョンは、自らが下した相手に、さらに蹴りを入れる誘惑を耐えられない男だったジョンは、敵を恥ずかしめることで喜びを見出した。アルテュールが、獄中で殺された後、ジョンの多くの支持者たちは彼を見放した。以前の同盟者もジョンに反旗を翻し、ノルマンディのアランソンを、フィリップ二世に明け渡していた。 ボードルイユは戦わずして、フィリップ二世の手に渡った。ジョンはアランソンの奪還を図ったが、フィリップ二世が到着するやすぐに撤退した。6ヶ月の包囲の後に、ガイアール城が落ちたことは、アンジュー家を打ちのめした。フィリップ二世は、ノルマンディへの遠征を続け、わずか3週間で、アルジャンタン、ファレーズ、カーン、バイユー、リジュウを落とした。同じ頃、ブルトン軍は、 モンサン・ミシェルとアブランシュを占領した。1204年にはトゥールが、1205年にはロッシシとシノンが落ちた。わずかにルーアンとアルクのみが残った。ルーアンは最終的に服従し、その門をフィリップ2世に開いた。その時にノルマンディ公時代の城は壊され、より大きいものを作るように命じられた。アリエノールは1204年に死んだ。 ポアトゥーの貴族の大部分はアリエノールには忠誠を誓っていたが、ジョンに対してはそうではなく、フィリップ二世側についた。アリエノールの死後、アルフォンソ8世は、ヘンリー2世が自分の娘、レオノールを差し出した際に示した持参金として、ガスコーニを求めた。ガスコーニは、かつての兄弟だった、アンジュ帝国のウチアンジュー家に忠誠を誓い続ける数少ない。 フランス部分だった。そのため、ガスコーニュはアルフォンソに抵抗し、ジョンの支配下にとどまった。二人の王は1206年に最終的に和平に同意した。アンジュ帝国はガスコーニュ、アイルランド、イングランドのみを残して縮小した。ジョンはノルマンディーとアンジュの支配が弱まるのに対して、ブリテン諸島の支配は確実にした。ジョンは1208年に、 南ウェールズへ1209年に、スコティッシュボーダーズへ1210年に、アイルランドへ1211年に、北ウェールズへ遠征した。これらの遠征は概ね成功を収めた。ジョンは全財産を駆使して、フランス遠征に必要な資金を集めた。ユダヤ人への臨時課税は収入をもたらしたが、他方、教会の土地を全部差し押さえたことでジョンは、 強行ケンティウス3世に破門されることになった。ブービーヌの戦いで勝利したフィリップ2世。1212 12年ニジョンはフランスへの侵攻に着手。したが、ウェールズでの反乱が計画を遅らせ、しかも、イングランドでの有力貴族の反乱が、さらに悪化させた。フィリップ2世もこの時に、イングランドへの遠征を企てたが、その軍隊がダムに停泊中に、 ソールズベリー博、ウィリアム・ドロンネペイによって壊滅せしめられた。この方を聞いたジョンは全軍をポワトゥに向けて出航するよう命じた。ジョンは1214年にラロシェルに上陸してブローニュ博ルノー1世、フランドル博平ラン、追いにあたる新生ローマ皇帝エオット四4世と連携した。ジョンの同盟者たちはフランス北部を攻撃して、ジョンは南部を攻撃することになった。ジョンは ガス購入に向かい、アジャンに兵を駐屯させようとしたが追い返された。ノルマンディとは異なり、フィリップ2世は中世を転換したポワトゥ地方に侵攻できないでいた。ロンドンからパリへ向かうには、南部経由よりもノルマンディ経由の方が容易であった。このようなことからフィリップ2世は、自らの努力をノルマンディに集中させた。剣は二つの方向に振るわれた。フィリップ二世にとっては、 ノルマンディから容易にイングランドに侵攻できるということ。その結果ポワトゥが強力な王の存在感のない地域として残された。ジョンはリュジニャン家にサントンジュ、オレロン島を与え、さらにトゥールーズとアンジュも将来上とする可能性を見せた見返りとして、娘のジョンをリュジニャンの息子ユーグ10世と婚約させた。これらはリュジニャン家の莫大な収穫物となったが、 ジョンはこれを服属させたと言った。当時はピエール一世がブルターニュ公となっていた。ピエール一世はフランス王に忠実ではあったが、そのブルターニュへの支配の主張は極めて弱いものだった。どちらかといえば死んだアルティュールの姉、アリエノールの方がブルターニュを強く要求していた。ジョンはアリエノールを捉えて、ピエール一世への脅しとして使う一方で、ピエール一世に対しては、 リッチモンドを提供することで誘惑した。ピエールは、忠誠先を変えるのを拒否し、兄のドルーハクロベール3世が、なんと付近で捕らえられてもその立場は変わらなかった。ジョンは、アンジェに入り、ロッシオモアーヌで心臓された城を占領した。しかし、王太子類ルイが軍隊を率いて、シノンから駆けつけたため、ジョンは、退却を余儀なくされた。これらの失敗にもかかわらず、ジョンは少なくとも、 カペー家の軍隊を分散化させるという点で同盟者の仕事を容易にするという最低の仕事は成し遂げた。そしてブービー犬の戦いが起こり、彼の同盟者はすべてフィリップ2世に撃破された。ジョンの威信は地に落ち、イングランドの経済は破産し、失敗した略奪者として見られるようになった。彼が集めることのできた資金のすべてそして、 権力のすべては無に返し、彼の同盟者はすべて死ぬか、捕らえられるかした。1215年に、イングランドの有力諸公たちはジョンが自ら、署名したばかりのマグナカルタの協定を尊重していない、ことを確信して、フランスの宮廷に手紙を送り、王太子類に、イングランドの王冠を差し出した。11月までに、カペー家の軍隊は、無本人を助けるために、ロンドンへ送られた。 1216年5月22日、ルイ自身が率いたカペイケ軍が三道一に上陸した。ジョンが逃亡したことで、ルイがロンドンとウィンチェスターを占領できた。8月までにルイは東イングランドの大半を支配下に置き、わずかに、ドーバー、リンカン、ウィンザーのみがジョンに忠実であった。スコットランド王アレグザンダー2世はカンタベリーまで旅をして、ルイを イングランド王と認めて侵入したりさえもした。ジョンは2ヶ月後に死去したが、イングランドにおいてすら負けていた。ジョンが署名したマグナカルタによって法的に設置された殺傷職は、その時点までは適用されていなかったが、ヘンリー3世が、あまりにも幼すぎたため設置された。この時、アングロノールマン系の貴族たちはルイからの支援を取り消していた。ルイは約1年アトリンカと、 サンドウィッチで敗北したことにより1217年9月のラムベス条約でイングランド王位への要求を取り下げていた。ノルマン系貴族は中世をめぐって分裂したが、ノルマンディーとイングランドが大陸の切れ目で切断された一方、ブルターニュでは、ブルターニュ皇がリッチモンド博になるという形で、フランス王家の統制外という形でイングランドと関係を持ち続け、 二重の中世を誓っていた。フランス王家の一員であるドルー・ハク・ピエール一世はブルターニュ皇位を獲得し、その後継者たちは同時にリッチモンド・ハクとなることでリッチモンド諸風と呼ばれる重要な報道を保有し続けた。この報道はトレント側以北のイングランドに拠点を置き、ブルトン人の設置はノルマン人がトレント側以南のイングランドに設置したのに匹敵するようになり、 次第にイングランド全域に広がった。アンジュー家はこのブルトン人の報道を着手再受封することもあった。最初はサボイア博ピエトロ2世を行政の長とし、それはランカスター家が受封されるまで続き、最終的にはウエストモーランド博が借り受けることになり、カペー家をイングランドから追い出すことに成功した。カペー長期のフランスから、 安住帝国崩壊の原因を要約してみよう。12世紀後期のプランタジネット家の土地については、大抵以下のことが言われてきた。帝国が傾き、ヘンリー2世紀の息子たちの反乱で、領土は分裂し、リチャード1世とジョンは苦労しつつ、再統一を行った。再統一の試みは、プランタジネット家の財源を過度に消耗させ、権力の土台を破壊させ、 一つの政治単位として存続することを困難にさせた。これらのことからフィリップ2世の征服は避けがたいものであり、ジョンの責任は限りなく激減される。アンジュ帝国の何世紀にもわたる仮説上の存続と拡大は歴史改変物語の主題となってきた。歴史的にイギリスとフランスの歴史家はアンジュ朝の支配の下でのイングランドとフランスの平地は 正常な状態を逸脱したものであり、ナショナルアイデンティティを傷つけるものだとみなしてきた。イギリスの歴史家はフランスの土地を主にとみなし、フランスの歴史家はイギリス帝国との合同とみなしていた。この点に関しては、ホイック士官のトマス・マコーリーが1849年に執筆したイングランドの歴史で、二つの国の合同について次のように述べている。もし、仮に、 プランタジネット家が一時は成功しかけたのだが、全フランスの統一に成功していたなら、おそらく独立した形でのイングランドは存在していなかったであろう。イングランドの君主、領主、高位聖職者の人種や言葉は、現地の職人や小作人とは異なったものになったであろう。イングランドの大部分の所有者の収入は祭りに消費されたり、 セーヌ川の流れを変える堤防に流用されたであろう。ジョン・ミルトンやエドマンド・バークの気高い言語は田舎の方言のままであり、文学作品とされるものもなく、固定された文法も聖書法もなく、田舎者の使う言語として見捨てられていただろう。フランス人の言葉や習慣を身につけたエリスグリのものを除いて、イングランド人は高い地位に登り詰められなかったであろう。 プランタージネット家の王は、ノルマン家の王が使用していたビールや、リンゴ酒に代わって、ワインを飲み物として採用した。アンジュー帝国の支配者はフランス語で会話をしていたが、教会では、教会ラテン語が使われた。12世紀はまたゴシック様式の時代であり、1140年のサンドニ大聖堂の主ジエールの作品である、オプス・フランキゲノムは、最初の作品として知られている。 イングランドのゴシック様式は、安住帝国期の1180年か1190年頃に始まった。この宗教的建築は、全体的には安住帝国から独立しており、単に同じ頃に生まれて、イングランドに広まっていった。直接的に、プランタージネット家に関連した強力な建築の影響はないころに関してである。イギリス王室の標語である、 リューイ・モンドロワはリチャード一世が主張したが、アンジュ家の君主は当時三頭の獅子を紋章として用いた。たとえこの紋章が最初にイングランドで用いられなかったとしても、今日では普通にイングランドと結びつけられる。ノルマンディとアキテーヌでは同時に氷が旗として使われていたが、ノルマンディの象徴は最も古いものである。政治的な観点からすると大陸の問題は、 イングランドの君主の関心を引くようになった。すでに、ノルマン朝の元に置かれた、ブリテン諸島の問題がすでに関心を払われてきた、ことより、アンジュー家の君主権の元では、物事はよりはっきりし始めた、力の天秤がフランスとアンジュー家の省との間に設置されたので、ノルマンディーとアンジューを喪失したので、ードは二つに分断され、プランタジネット家の子孫たちは、 カスコーニを自分たちの領土に組み込もうと思う、イングランド王だと認識されたに違いない。このことは、新設されたアキテーヌ公の領主権。この領主権は、黒大使に与えられ、ランカスター朝の時代にも受け継がれたのだが、そして、ランカスター家は、エドワード3世がフランスに対して主張していたように、カスティリアに対して多い継承権を主張していたわ。 ペドロ一世残忍王の娘コンスタンサをめとっていたのだが、それと一致している。この、イングランドからフランスに対する支配の主張と、アキテーヌからカスティリアに対する支配の主張とが、安住期の初期との違いを成している。安住帝国の本質を知るには、フランスに多くの資料がある。以下に知識を得られる英語と、フランス語の資料を列挙する。ありがとうございます。